合が、まあ、今年のリーグ戦と何がどう違うか、まあ、リーグ戦としては一緒なんだけど扱いがどう違うかっていうのを主張して、去年大学基金とクラウドファンディングでこの第一サッカー場が11年ぶりに生まれ変わった。今年2023年が筑波大学開学50周年、早期151周年っていう節目の年で、一つ一つのプレーだったり瞬間に本当にたくさんの人、もしかしたらここのグラウンドに明日来てない人、どっかの部屋会議室とかにいる人が、あ、10月1日のイベント成功したんだな、ホームゲーム勝ったんだなって、いろんな人が気にしてる、大学が注目してる試合っていうのだけ覚えておいてほしい。みんな50年間さ、OB の先輩だったからさ、この年にバトンを持ってきた。みんな次、50年後、100年後にそのバトンを受け渡せるように、明日ね、成功されてるように。成功の中の一つはやっぱ結果だと思って、いい準備していきましょう。次、明日に向けて全員でいい準備していきましょう。よし、ドライブレープ。
ないよ、してないよ。はい、よし、ナイスキャッチ。10月1日ホームゲームに向けて約2ヶ月ぶりのホームゲームですけど、夏の思い出、じゃあまず寮から行くか。俺から行くか。ああ、年下から行った方がいいやな、うん、じゃあ寮から。俺はみんなでオフに稲毛の海に行きました。みんなっていうのは入江がコロナだったんで入江以外です。入江以外の1年生ってこと。はい、あ、なるほどね。で、海鮮食べて。あ、美味しいね、あそこね、うん、あれでしょ、ちょっと展望台みたいになっててさ、あー、あるですね、あるですね。で、お酒飲んだりするとこでしょ。で、周りに屋台とかあるね。はい、行った行った。で、みんなで遊んで、うん、ドライブして帰ってきたっすね。それが夏の思いですね。で、そこでリフティングゲームしてね、負けて。で、負けて、うん、で、おごりだったんですけど、うん、まあ、最初自分はおごりたくなかったんで、うん、おごらないって言ってたんですけど、うん、みんなに、うん、それじゃあなんか元君だぞって言われて、おー、ここで繋がってきた。それは嫌で。ここで繋がったの。絶対に嫌で、2人におごりましょう。それが、まあ、いい意味でも夏の思い出。はい、ケチってことで。じゃあ元がケチっていうことでいい、1年生の認識では。どう、まあ、全然大丈夫っす。次ね、元。元くん。俺は4日のオフがあったんで、夏帰省して地元の友達と川遊び行ったり、バーベキューしたりしたのと、筑波ではあんまりちゃんと遊んだりとかはなかったけど、諏訪間と安藤俊樹と3人で千葉行って、まさか稲毛稲毛じゃない。いや、多分違うっす。違うね、東京さん。違うわ、それはあれだって。違うわ、なんだっけ、山みたいな山、なんだっけ。うわ、忘れちゃった。なんか有名な、なんか岩みたいな、山登って岩みたいなとこ行ったり、うん、あの海ほたるまでドライブしたりみたいな感じです。はい、以上です。
ありがとうございました。何サッカーの1ヶ月サッカーの夏休みについて2人に聞いていきたいと思うね。やっぱ大臣杯出れなかったっていうのがあったから公式戦がねない中で筑波のサッカーはどうだったのか。じゃあ、まあ、寮から行くか。またまあ公式戦がない分、まあ、一人一人がやることをやってたっていうイメージで、自分はまあとにかく練習量をめちゃくちゃ増やして、まあ、いろんなことにチャレンジしてみました。まあ、哲夫さんのトレーニングと、うん、あとは谷川先生に指導を受けさせてもらったんで、それのトレーニングを自分でやったり、あとは筋トレをしたりで、まあ、1日、まあ、絶対2回くらいはグラウンドに来て自分のトレーニングをして、この10月1日の試合に向けてめちゃくちゃ準備してきました。おーすごいね。1日2回来てた。来てたんか。すごいな。意識高いねやっぱ最近の若いのは、ね、若いのはねグラウンド来るので精一杯だよ。はい、じゃあゲンは。俺はまず大学選抜の活動で韓国行かせてもらって、はいはい、まあ、大会動向ってよりは全国の同年代の選手たち、まあ、大臣杯出てないチームからの選考だったんで、全員ではないけど、まあ、本当にレベルの高い仲間たちと2週間近く一緒に過ごして、プレーもそうだし、あの意識とか考え方とかなんかそういうのに刺激を受けて、まあ優勝したし、優勝したけど自分の中ではすごい悔しい思いはあったけど、成長できたなっていう実感はあって、筑波での生活も、まあ、寮行ったみたいに公式戦ない分自分たちでやる時間が多かったんで、あの午前練終わって帰って食事した後にもう一回グラウンド来るっていう毎日を過ごして、まあ今年はずっと筋トレ頑張ってたけど、さらに力入れてやれたかなっていう感じです。いいじゃん。じゃあその髪型は何、韓国で切ったってこと？切ってないです。多分そうっす。そうだよね、はい、俺すげえ気になってたんだけど。何も切ってないんですよ。ちなみにゲンが髪切っていったのか何だったのか分かんないけど、そのジュファのインスタのやつでゲンがなんかピンで乗ってんの見て、なんか韓国そうっすね、かっこいいっす、ね、かっこいいな。染めてん使えないよ、お前それ。使えないからな。じゃあホームゲーム向けて明日もうキックオフしてますよ、24時間後には。はい、まあ、今この中断期間でやってたことを出すっていうのはもちろん、あとはやっぱ結果が伴えないと意味ないので、勝ちにこだわって勝負にこだわっていきたいと思います。はい、ゲン、はい、あの大学を挙げた大きなイベントですけど、まあそこまで気負うことなく、ここまでの夏の積み重ねを全員で表現できればなと思います。水木君お願いします。最後、筑波大学のフットボールを、なんだっけ筑波大学のフットボールを、ゆけ筑波。オッケー、ありがとうございました。おーわっけっけー。繋がった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 今。ありがとうございます。